今日から文化デザイナー学院の修了制作展が始まりました。14日日曜日までの9日間行われるんですが、私たちは今文化デザイナー学院学校ではなく水戸駅ビルエクセル本館6階の催事場にお邪魔しています。はい、修了制作展はもちろん文化デザイナー学院学校の方でも行われているんですが、それに伴ってこのエクセル本館6階の催事場でファッションコーデショップというものが開かれているんです。これは県内にお店を構えるワンダーレックスリユースショップと文化デザイナー学院がコラボレーションしました。学生さんが全て担っているお店なんですよ。はい、ショップ名が9日星というものなんですが、早速学生の方隣に来ていただいているのでお話を伺っていこうと思います。学生さん1年生と3年生で3人の方に来ていただいています。まず3年生のファッションコーディネート学科松永由紀さんにお話を伺います。松永さんよろしくお願いします。お願いします。はい、3年生はお店全体のことをこう考える役割ということですけれども、まずお店の名前9日星というふうになっていますが、これは開催期間ですよね。どのようにして名前付けられたんですか？はい、9日間の期間限定ショップという意味で9日という名前を付けました。はい、3年生が準備をするということですけれども、3年生は何人か関わっているんですか？3年生は9人関わってます。はい、その中で松永さんはどういった役割をされているんですか？はい、全体のディレクション、あと指示出しですね。そうなんですね。はい、お店どれくらい前から準備されてたんですか？は、制作はだいたい1ヶ月前ぐらいからだったんですけれども、お店の作り方とか勉強することは、半年前ぐらいから準備を始めました。はい、松永さんはディレクションまとめる役ということですけれども、大変なこと何かありましたか？は、私はそんなに人に指示出しをするっていうことが、あまりないので初めてのことだったので、そういったことで結構ごたごたしてしまって、でもとりあえず口に出せばみんな動いてくれるので、そういった部分ではすごくみんな頼りにできました。わかりました、ありがとうございます。では続いて1年生の折原琴美さんに伺っていきます。よろしくお願いします。お願いします。1年生はお店の中に展示するそれぞれマネキンがあるんですけれども、コーディネートを日替わりで考えていく役割ということなんですが、折原さんがコーディネートをしたお洋服テーマを教えてください。はい、テーマはアーガイルです。はい、こだわったところはありますか？はい、こだわったのはレトロなお洋服にするところです。はい、はい、全体的に1950年代、60年代をイメージして作りました。お店の中限られたお洋服で9日間毎日コーディネートを考えるということですけれども、大変なこととかってありますか？はい、9日間なので、1着2着ならすぐ作れるんですけど、最後の8着目9着目がすごく大変でした。はい、そうなんですね。わかりました。そしてもうお一人1年生の相澤ジュラさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。相澤さんは、コーディネートされたお洋服テーマを教えてください。テーマはロミオとジュリエットです。はい、こちらはこだわりはどのようなところに？こだわりはロミオとジュリエットはすごく悲しいお話で悲劇なんですけど、はい、その中でも2人の恋愛の中にはすごい幸せだった時とかもあったと思うので、その辺のポジティブな感情をコーディネートに取り入れるようにしました。はい、この1年を経てみてこれから2年になってからの目標なんかはありますか？まず相澤さんからお願いします。私はその入学するまでに服作ったりとかそういう経験がないので、これから2年生になってくると服をリメイクしたりとかそういうので、ちょっとなんか周りから遅れないようにっていうことと、あと周りとは違うものを作りたいなと思ってます。なるほど。では折原さんはいかがですか？はい、私はハンドメイドをやっているので、そのハンドメイドの技術をこれからも活かしながら、今年は大きな
あの衣装を作るので、その時に向けて、はい、どんどん技術を重ねていっていいものを作りたいと思います。では最後に松永さん、この3年間の集大成を生かして、はい、どのようにこう生かしていきたいですか？はい、一つのことだけでなくて、はい、もっと周りのこともこう視野を広げて、うん、こう周りを見ながら役に立てるような働き方ができたらいいなと思います。はい、ありがとうございます。この時間は水戸駅ビルエクセル本館6階祭事場から9日星についてお伝えしました。